ブースティー祭りが終わりましてありがとうございました。2日間です。2日間ありがとうございました。初めてのハイタッチ会とあと HKT さんとのライブがありました。とっても楽しかったです。ここ膨らんでるな、なんだ。さあパジャマですいません、ちょっとあの来てくださった方ありがとうございました。行ってよかったでね、行ってよかったって言ってくださる方がいっぱいいて嬉しいです。私は来てよかったでしょ来てよかったでしょ、楽しかったでしょ。今メールでも HKT さんとの写真、撮っていただいた写真を送ってます。まだ全然送りきれてないので数日に分けてまた送ります。また明日も送るね。こういうイベントの後は写真が潤うからメールもいっぱい送れてすごくいい。めっちゃ頑張ってるツーショット誘うの。それで推しもできました。私のメールを取ってらっしゃる方はご存知かと思いますが推しができました。お友達もできました。七期研究生さんほとんどお友達になりましたね。誰って聞いてる方はもう撮ってないって言ってるようなもんですけどもね。すげえ。特になんか七期研究生さんは年下がやっぱ多くて、あの中学3年生だとか中学生が多いので、なんか妹みたいな感じで、妹みたいな友達ができましたあの沙羅ちゃんとかもう呼び捨てとかしちゃったりしてるんですけど、沙羅ちゃんとかあとみなみちゃんとか長野ララちゃんとか、やっぱり青木ひな子ちゃんとかかな。私がやっぱり、でもやっぱり一番可愛いと思ったのはやっぱり石彩音ちゃん。もう私はアータンって呼んでいいって許可をもらってるのでアータンって呼ぶんですけど、もう私携帯の待ち受け画面にしました、アータンのこと。可愛くてはい、屋台もあのアータンがいるときに、わいるわ見たいな行きたいなって思ってたら、ちょうどはい木本さん行きますって言われたから、やったーと思ってもうウキウキで行きました。隣で可愛い子が応援してた、うん私も行きたい行きたいと思って。その NGT48 HKT48 が始まる前のその待ってる入りの場所が同じだったので、ちょっとこうグータッチとかしちゃったりして、そのはい仲良くしましたかわいい。私のおすすめ推しメンバーです。石井彩音ちゃんです。よろしくお願いします。はあ、可愛かったな。やっぱ博多美人
って感じですよね、博多美人。本当にありがとうございます。推し兼友達 もはい来年もあったらいいなって思いました。あやねちゃんの動画撮りました。はい、見ました。本当に感謝、ありがとうございます。マジで嬉しい。もう会いたい、またもうすぐ会いたい、今会いたいっていうぐらい会いたいんですけど、まあ来年があると信じて私はこの1年頑張りますので、ぜひ来年会ったら皆さんも来てくださいね。あるといいね。2024だからね、25もあるでしょなきゃやだよ、私なかったらやだよ、いつ会えるのって話だから。まあもうはもういい、明日でもいいから、明日も会いたいから、うんね、みんなだから来年もあったらぜひ来てください。今回のやったことが、またもう一回それをやるかわからないけど、ブースティーファン祭りあったらぜひ来てくださいね。私は石井彩音ちゃんに早く会いたいので、はい、ハイタッチ会もね、初めておしゃべり会以外のイベントっていうかなんかだったからかわかんないけど、あのハイタッチを忘れていっちゃう方が結構いてなんか普通のおしゃべり会みたいに入ってきて、あの最初からこうやって待ってくださる方もいたんですけど、あのハイタッチできるのが何枚出ししても最後だけなので、最後にペッとやったんだけど、その忘れないでくださいね、ハイタッチ会なのではい、あハイタッチハイタッチとか言って連れ戻してハイタッチしたのであのはい、ハイタッチ会なのでハイタッチしに来てください。それで私言いたかったのが、その私は乾燥しやすいので、顔とか手とか、まあ全身乾燥肌なので、あの手がカサカサしてたら皆さんがなんか嫌かなと思ってハンドクリームを塗ったんですよ。ハンドクリームあの塗ってあのハイタッチしようと思って、あのでも私ハイタッチ一回初めてだったじゃないですか、まあ、みんなも初めてかもしれないんですけど、その手汗かいちゃって、あのあんまりハンドクリームを塗ってる上に手汗もかいたもんだから、ちょっとベタベタしたかもしれないけど、あの許してね、ちょっとご愛嬌だよそこは。いい香りのハンドクリーム、はい、多分いい香りだと思います。ジルスチュアートのハンドクリームを塗りました。はい、ちょっとだからアンナさんの手がベトベトだったとしても許してね緊張したんだなって思ってね、はい、それもお願いします、思い出ですよ、うん、まああのファンの皆さんがこうやって入ってくるのが面白かったです。このままお進みくださいって言われて、いつ下げるタイミングさ下げあタイミングを見失って、こうずっとこうやって話してた方もいらっしゃって面白かったはい、で私が皆さんに「ファーハイタッチ!」ってやろうとしても遠くてすごい遠かったんですよ。私が腕短いのか分かんないけど、ハイタッチしようにもあのファンの皆さんもここまでしか、あのなんていうの、ここまでより先に行かないでくださいねって言われてるじゃないですか、赤い線踏まないでくださいねとか、黄色だったか忘れたけど、でそのだから遠くてハイタッチがむずくて、難しかったです。剥がしの方もちょっとあのすぐ行ってください、すぐ行ってくださいみたいな感じでお仕事されるから、あまさに行っちゃうと思って、私がもうめちゃくちゃ前のめりで、はい、ハイタッチさせてもらいました
腕短かったかな。でも私衣装さんに腕長いって言われるんですよ。そうだから私がグイって、あ切れちゃった、あ間違えた、よはい、もう2回目切れたらもういいや、だ大丈夫って見えたんかい、やめてくれ。ほんで何の話したっけ、ハイタッチ、あ私がめちゃくちゃこうフェーってやってもファンの皆さんが遠いのか遠慮がちなのか分かんないけど、ふんふんくらいしかやってくれなくて綺麗に見えてしまうと、マジで見せてもいいけど、ここに洗濯物が積み上がってます。はいあいいのいいの、本当はハイタッチってこうあるべきじゃないですか、こう私がこっちでファンの皆さんがこっちだとしたら、なんか逃げられるみたいな皆さんなんか遠慮がちなんでね、なんか腕相撲でもしたのかなって、腕相撲じゃないか、手押し相撲なんか、もっと皆さん次はハイタッチしましょうね。次ハイタッチ会があったらちゃんとハイタッチしてくれることを私は望んでるので、そう気使ってるんだなっていうのが分かってますよね、うん、私の背が小さいのもあれかあるのかな。もうこうしてさあ待ってるからさ、痛いかなと思って、痛くていいよ、ハイタッチ会なんだからハイタッチしないともったいないじゃないですか、せっかくだから。難しいよね、でもハイタッチって加減が、握手だったら握ればいいけど、はい、いいんですよ、皆さんちゃんと遠慮せずに、もうお金払った分ハイタッチしに来てくださいね。腫れちゃうよ、そんな簡単に腫れないです、そんなやわじゃないので。日常生活でハイタッチしないですかね、確かになかなかないよね、ハイタッチ会って聞いた時ん、ハイタッチハイタッチと思った。 ET スタイルビビビビビビビチューン、はい、握手会の方がなんか良さそう、難しいかまだ分かんないけど、お金払ってるんだから、しかもさ時間の最後で、時間の最後でハイタッチだから、そのスタッフさんもなんだ剥がさなきゃ剥がさなきゃってお仕事されるから、もうあ急いで、あこういうことじゃないですか、よしハイタッチじゃあねじゃあねじゃないじゃないですか、うっはっはっってこういうことじゃないですか、だから皆さん遠くなってからハイタッチするからちょっとね難しかったですよ。ではハイタッチしてくださいっていうか、はい時間です、ハイタッチしてくださいさよならみたいな、もうそんな感じだったから、もうちょっと早めからハイタッチしてもいいんじゃないかなって思ってた。あそういえば2日目のハイタッチ会に HKT48 さんのファンの方が来てくださって、昨日のライブで気になったので来てみましたみたいな、嬉しかったですそれが。そんなわざわざありがとうございますって言って、
それがすごく嬉しかったです。なかなかないですからね、48グループ、他の48グループさんにのファンの方に見つけていただけるなんて、とても嬉しかったです。若手選抜、あ、そうなんですよね、若手選抜に選んでいただいて、はい、1日目はあの春はどこから来るのかと、2日目は大人列車を披露させていただきました。いかがでしたか？大人列車めちゃくちゃ頑張ったんです。あれ本当に、あれ自分で振り入れたので徹夜して覚えました。春どこはもうコンサートの時に永遠やってたので全然できたんですが、大人列車はもう初めて見た時ちょっと選抜されたことを後悔しそうになるくらいちょっと難しすぎて、あ、切れちゃった。まあいっか、今日はもう暗いままやります。後悔するぐらいだったんですけど、まあなんとか1日2日やったぐらいで入ったのでよかった、間に合いました本当にリハ期間がもう1ヶ月ぐらい欲しかったぐらいコンサート並みのセットリストだったので、足がもうパンパンで、本当に足ねえぐいぐらい腫れて、もうこれヒロカもナナも言ってたんだけど、リリカさんとかも言ってたし、すっごい足が腫れるんですよ、大人列車を踊り続けると。足が、待ってこれ暗すぎ、本当に無理、やっぱもうちょっと頑張ってもらいますね、ちょっと暗めで、あ、これでいい。だから皆さんがちょっと大人列車良かったって言ってくれると頑張った甲斐がありました。アナちゃん筋トレしません、筋トレはしません。そうでしょ、コンサートだったでしょ、もうライブで収めていい話じゃないんですよ本当に。ゆうなちゃんも痛いって言ってた、ゆうなちゃんは大人列車やってないですよ。しかも私の、 あの4期生たちの出番も結構ぎっしりあったので、はい、だいぶ見どころたっぷりな2時間半だったんじゃないかなと思います。姉を差し置いて、姉はもう21歳なんでね姉は21歳なんで、若手はまあ20までかな、わからないけどいっぱい覚えました。その2日目は4期だけのポンコツで、1日目は NGT48 全員でのポンコツだったので、もう立ち位置がもう、え、立ち位置がえってもう本当に立ち位置がね難しくて、まあでもなんていうの、話戻るけど、若手選抜があるように年齢を重ねてないとできない仕事ももちろんあるので、それこそももちゃんのごちゃとかもそうだし、その年齢、おのおのの年齢だけじゃないけど、おのおのの適
材適所ってものがあると思います。それぞれが輝く場所があるから、まあそういうことかな、わかんないけど。リュウトウちゃんとエウラちゃん、はい、可愛かったです。エウラちゃんは、エウラゆかちゃんは私特に結構ちょっとおしゃべりして、最後の方にボブの短い髪の毛をツル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 撫でてました。可愛いですよ。表情もちょっといつもの前座5曲だけでは見せられないところまで意識できたんじゃないかなと思います。表情はいろんな雰囲気の楽曲をやったので楽しかったです、とっても。はい。リュウとあやねちゃんは本当に松坂佐保がもう本当にずっと言ってる、松坂佐保です佐保がずっとね、リュウとあやねちゃんが可愛い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 って言ってるんですよね。あと佐藤ひろか、ひろかもね、柳瀬レイヤさんが好きすぎて、はい、柳瀬レイヤさんにぞっこんです、うちの佐藤ひろかは。なんかご飯食べてる時もひろかが私の隣にいて、私がそのひろかと私が隣だったんですけど、柳瀬レアさんがひろかの隣に座って、もうなんか女の顔するんですよひろかが。惚れてて、なんか同い年だからタメ口で、先輩なんですけど柳瀬レアさんが、ちょ、年上ではない、同い年だからひろかと柳瀬レアさんが、そうそう、茶目口で話してるんですけど、もうなんか友達の恋人連れてこられたみたいで、なんか気まずくて、ひろかなんかね、ぞっこんなんですよ。もうね、声かけるのもちょっと緊張してたんですけど、ひろか自体自身が、ちょっとでも柳瀬さんに絶対話しかけるんだとか、あと春床で連れて行かれるとこあるじゃないですか、ペアで、私はリリカさんだったんですけど、ひろかは私柳瀬さんに連れて行かれるんだ、絶対その時話すんだとか言って意気込んでたのも、もし言っちゃうし。マジで本当にね、仲良しになっててよかったですね。仲良しでした。なんかもうあれ、ずいぶん前から友達だったのかなってくらい仲良くなってました。なんか自分、私も勝手に嬉しくなりましたね。友達の恋路を応援してるような気持ち。私は石井彩音さんが大好きなんですが、私は石井彩音さんが二ぞっこなんですが、はい、あーぱんマジでマジ可愛くて、2日目のなんだ、集合写真、今日の記念に集合写真を撮りましょうみたいな時、絶対隣になって見せると思って、もうどこだどこだ、あーたんどこだ、あーたんどこだって探して、この辺にいたので、ファンと腕を掴んで、ケケケケケッと私の隣に私の隣に連れてきました。はい、ちょ、おいでーって言って、ここに置きました、あやたん、はい、だからもう私は隣に推しがいて幸せな集合写真になりましたね。3枚くらい撮ったんですけど、あやたんがよく私のほっぺに触れてくださるので、みたいな顔をしたのが多分出回ってると思います。あーって顔されてる時は、前の
方でちょっと隠れてたんですけど、私のほっぺにアータンが指を刺してくれている時です。はい、ぜひ見てみてください。多分絶対ねどっかに上がってると思います。その集合写真がガーってカフしてるで、アータンとの写真2日目も撮ったので、またメールで送りたいと思います。愛をつらつらと語っているメール、ぜひ読んでくださいマジで可愛くて、本当に可愛かったです。マジすぐ痛い、もうあすぐ痛い。メールだからまあ2日後、いつでもいいけど、順当に送ってるので、はい、待っててください。めちゃくちゃ可愛い。1日目のアンコール後のその皆さんが終わった後に集合写真じゃない、間違えた、ペア写真とかを誘い誘われしてる間に、私は絶対にアータンと撮りたいけど、本当に好きな人って勇気が出ないじゃないですか。顔が可愛すぎて目も見て喋れないし、そのなんていうの、仲良くなれそうな友達感がある子は、例えばメイメイとか吉田メイちゃんって子とか、それこそサラとか片平サラちゃんって子とか、ミナミとかなんですけど、そのアーターはガチで可愛いから、ガチでタイプだから、顔がもう目を見て喋れなくて仲良くなるまでにすごい時間がかかりそうなんですよ。全然ね、あのあゆみとかひろかの方がなんか仲良くしてるし、本当にジェラシーですけど、本当にジェラシーですよ。なんかあゆみって、あゆみとかひろかってパーソナルスペースがもうこの辺もうこんなのとかなので、アータンの腰に腕を回してみたり抱きついてみたりするんですよ。勘弁してと思っても、私が見てる時にやるんですよそういうことを。彼らって最悪本当にまあね、なんかまあ次会えた時は本当に私はガチで頑張るっていう決めてるんで、はい、私が NGT48 の中でアータンと仲良しといえばって言ったら私って言ってくれるぐらいには、はい、頑張りたいと思います。そう、焼きもち焼いちゃうからさ、アータンメールにあゆみちゃんとのツーショットあったら、はい、もうやめます、配信やめるから配信やめちゃうから、いいのそんなこと言って。はあ、あゆみか、いいもん、いいもんね、いいもんね、別にショックじゃないし、別にショックじゃないから。じゃああゆみと仲良くしたっていいんじゃないですか。私はしょうがないですよ、そのうわ、悔しい。悔しいですが、次回チャンスがあった時には、はい、私は一番を取りたいと思います。でも帰る時言ってくれたんだよな、本当にお別れですって時は、そのアンナが本命だよって抱きしめてくれたんですよ。みんなにやってるってことそれ、嘘嘘、いや私だけにやってるって信じてるから。ひろかは遊びだって言ってたんだもん、アンナが本命だからって言ったのに。あーたー無理あ、いや、もてあそばれてますか、これって、これもてあそばれてますか。はい、まあもういいんですよ、別にいいんですよ。とにかくあの顔を近くで口がろれつも回らなくなっちゃったよ、悔しすぎて
とにかく見ていられたらいいんです、あの美しいご尊顔。お日様を信じるのがおたかつ。最悪そんなこと言われたら何も言えないんだけどそうですよね、だってリポストしてくれたし、私の4期生 X のポストをリポストしてくれたしね。いい、興奮しすぎじゃない、やめてよそんな、冷静にそんなこと言われたらちょっと、え、原ちゃんがいる、おいあゆみ何してくれてんの、うちのあたんにマジで、どこにいんの、木本これなんだこれ誰のアイコンこれ、全然わかんなかったね、あやねちゃんって呼ぶのやめてもらっていい石井あやねちゃんって言ってもらっていい、まあいいよ、あーたん呼びしなきゃいいよ、マジで悔しい、あゆみ乗ってたんだってあーたんのメールに、信じられる、怖いよ、ごめんなさいごめんなさいマジ許せない、あーたんをじゃないよ、あーたん、え、私のことをもてあそぶなよ、ガチだからなこっちは、もういいよ、楽屋でもやった全然楽屋でもこの話ずっとしてるからね、そうだよ、今日バースデーイブなんだから、私の気持ちを高ぶらせないでくださいよ私はもっと穏やかなバースデーを迎えたいので、ちょっと怖いって言われちゃってるし、ちょっとアンナさんはアータンガチなんで勘弁してください、嫉妬させるのは謝ってください、本当です、アータンのメールに乗ってごめんなさい、アータンって読んじゃダメだ、今日眠れないね本当に、みんな祝ってね、マリナさんと同じだからって忘れちゃいけないよ、アンナさんのことも祝ってね、アンちゃんごめんね、いいよ、まいいよ今日のところは、ハラちゃん優しい、優しい、まわあ、え、んグッチさん、え、これごめんなさい、私ちゃんと謝ってる、ごめんなさい、なんか謝らしちゃった、私がごめんなさい、タワーかごめんなさい、こんな荒ぶってるから機嫌直してと言わんばかりの、申し訳ないです、すいません、ありがとうございますごめんなさい、ありがとうです、ごめんなさい、怒っちゃってごめんなさい、怒ってないです、アンナさん元気です、怒ってないので大丈夫です、ありがとうぐちさん誕生日の共通ハッシュタグって決めた？決めてないです、え、別に木本アンナがついてたらいいかなって、はあ、あわよくばあーたんから誕生日おめでとうとか来ないかな、連絡連絡先交換してくれたんですよ、実はね、これはい、0時まで起きれそう、もちろんです、 お願いすればいいやん、アホ言うなって、頼めるか今日誕生日なんでおめでとうって言ってくれませんかとか言えるか、はい、まあ、なんか誕生日教えたの、教えるわけないですよね、でもなんか連絡先のさ、誕生日が近い友達とかになんか言いそう、ありそう、私誕生日設定消したわ、そういえば、うわやらかしたもういいやとりあえずはい、連絡先を交換してまた会いたいねってすぐ言ったので、すぐ会えると思います、気持ち、リップでアンナちゃん誕生日、いやいいよいいよ、そんなのはあのいいです、あ、そんななんか石井あゆねさんのところにまで侵入しなくていいよ
そのショールームとかが七期研究生さんのショールームとか始まったらさ、コラボとかできるんですかね。他の48グループさんとコラボってできるの。できないのかな、まあ、わかんないけど、とりあえずアータンのショールーム見たいです。希望エウラユウカちゃんとも連絡先を交換してしたので、で結構頻繁に連絡しちゃっていいとか聞かれました。そんな可愛らしい可愛らしいことを、待ってるからねって、また次会ったら写真撮ろうねとか言って、撮りたい撮りたいって言われました。可愛い、そんな可愛いことある、妹やん。私結構年下から好かれやすい性格なので、あゆ見たらわかると思うよ。あゆみとかあおちゃんとかたかしとかね、年下人気のあるアンナさんなので、えうらゆうかちゃんも仲良くなりました。だから年上だとあやねさんが、あやねさんが年下だったらもっと多分いけてた。なんか 年上だからね、ちょっと難しい難しい。年上ひるみ派なんですよね私。あんちゃん大好きとか言ってたな、あゆみが。あんたんだった。あゆみさんがあやねあーたんの腰に腕を回さなければ好きやったけどね、私もね。七期生さんみんな赤い、本当に年下ばっかりなんですよ、びっくり年下ばっかりびっくり。なおさらだから仲良くなりやすかったと思います。本当になんかもっと仲良くなれるように頑張りたいと思います。高橋より年下多い、いいえ多かったよ。なんか12歳、あそうそう12歳がいるって聞いて、もうねすごいと思って。というのがあきちゃんを9年前から9年前なんだこれ、その出られてたじゃないですか9年前に。その HKT48 の豊永あきさんを応援していたわけでは実はなくて、その HKT48 の前の時に結構惚れ込んでいました。お姉もそれを見てて、で逆に私 HKT48 さんにのキャプテンをやられてるんだって、その前は知らなくて、その最近まで、最近って言ってもまあ結構前だけど、そのメイメイもそれを見てたんですって、アキさんのそれを。なんかその話も結構メイメイと盛り上がったりして、そう楽しかったです。めいめい、7期研究生さんのめいちゃん、うん、いやね楽しかったな。48タイムさんに京都姉妹乗ってますわよ。あれそうなんですか、だってもがみ、そうもがみさんと撮れたんです、嬉しかった。これやっぱこれめちゃくちゃ頑張りました。歌唱力で一目惚れして、会える機会があるって、うん、知った時にもう絶対撮るって決めてたんで、絶対撮っていただこうと思ってめちゃくちゃ頑張りました。これ
めっちゃ綺麗だったなこれは本当に綺麗でした。これ人間かなって、 AI かもしれないと思いながら写真撮っていただいた。人見知り克服、いやそんなことない、写真撮るで写真撮るっていう行動はできるじゃないですか。もう写真撮ってありがとうございましたで終わるから、写真撮ってくださいはできるんだけど、写真撮った後のじゃあ名前はなんて言うんですかとかいう会話しなきゃいけない状態になると、ちょっとふんってなるちょっととか言ってコミュ障が出てしまうので、博多の7期生で気になる子ができました。うん、誰ですか。多分名前言われたら分かるような気がする。分かんないけどっていうのは、分かるか確証はないけどっていうのがあって、ちょっと次回までにさすがにもっとコミュ障をなくしていきたいと思い、克服したいと思います。結構人見知りなので頑張りますでも本当に嬉しいことがいっぱいな2日間で充実してたな。もう朝から晩まで歩むコミュ障嘘つけ、絶対嘘やろ。朝から晩まで皆さんと関わる機会がいっぱいあって、その屋台にも行ったじゃないですか。例えば2日目だったら朝ハイタッチ会して、絶対嘘やんって、何が人見知りの話、本当なんだけど朝ハイタッチ会してお昼頃に屋台に行って、私ハイアンドローとかダーツとかやったんですけど、足はずっと痛かったです正直であとは夜にライブしたりとかして、もうめちゃくちゃ楽しかったな。一日に詰め込むスケジュールなのかとは最初ちょっと思ったんですけど、エイラゆうかちゃん仲良くなりましたよ。エイラゆうかちゃんの話が聞きたい方は私のおしゃべり会までどうぞはい、ダーツ楽しかったです。ダーツ楽しくて、私普通に博多までラムネの飲み方公園行きたいしな。ケータリングえぐくて、ケータリングめちゃくちゃ美味しかったです。この2日間で、はい、もう全力で太ってきました。衣装がもうふんっていうぐらいの衣装うっうっとやりながら、はい、なんとか。石橋ゆうきさん、はい、2個上だったかな、凪と同い年だった気がします。私ちょ行きたいですよ、もう本当にライブで衣装本当に頑張って入った。なんならフィッティングの時点でなんで私がこんな細い先輩方の着なきゃいけないんだと思ったんですけど頑張って入れました。うん、なんか嬉しい。中学生組から人気出る、中学生がどこだったかなと思うんですけど、エイラゆうかちゃんは結構懐いてくれた気がします。長野ララちゃんって中学生、違う、分かんないなちょっと、まあでも結構年下からはサラちゃん、サラはめちゃくちゃね懐いてますよ。もうめっちゃ写真撮った、頭なでなでしたり顔なでなでしたり。サラちゃんは高1かな、分かんない、中学生かな、分かんないなけど結構年下話しました。うん、中2、ははやばすぎ、中2かすごいな。中学2年生から
これ始めてたらすごい垢抜けそう、将来とか。あ、なんか話そうとしたのに忘れちゃったな。なんだっけ。片平さらちゃんハイタッチしに行ってしまった。めっちゃ可愛いでしょ、めっちゃ可愛いでしょ。エルタンとは写真撮らなかったの？え？え？おく、え？送った気がします。君どこのペアだったので、すっごく大先輩だけど、写真をお願いして、私も撮りたいって言ってくださったので、優しい、私本当に優しくて、私は間違えた本当に優しくて救われました。そう、秋吉さんとも撮らせていただいて、ひろかに便乗したんですけど、大先輩お二方とのお写真も勇気を出して頑張りましたよ。みんなが喜んでくれる、私も喜ぶ、もちろんみんなも喜んでくれるかなと思って。はあ、嬉しかったな。マジでちょっと惚れそうになったんですよ。ここで目合わせますよ、はいとか言って、はい、気持ち悪い顔をしていただろうなと思いますが、はいとか言ってニヤニヤしましたね。あ、撮ってないですな。私は本当に七木研究生さんとばっかり話して撮ってあんまり先輩方に声をかけられなかったと反省はしていますが、次回があったらまた。大人列車の折り面さんなので、なんとか声をかけられた。理由があればかけられるじゃないですか。私例えばひろかだったら、秋吉さんのポジションで覚えたんですとか、私は秋吉さんの新芽なんですって言って、秋吉さんの新芽のポジションを覚えたんですよって言って理由をつけて撮ってもらいました。そんな新芽だからって写真撮る理由になってないのにさ七期生さんは5月だった気がします、2024年の。わ、栗原沙耶さんか。めっちゃお綺麗だったな。なんか儚くて声かけられなかった。めちゃくちゃ綺麗だったです、だったです。 HKT48 さんのメンバーさん、ここら辺にいっぱいストーンみたいなのがついてて可愛かった。じゃあ後輩なんだ。うん、5ヶ月ぐらいかな。そんな変わらない同期みたいなもんですよね。儚くはない。え、そうなんですか。私結構見た目だけ見たらすごいなんか、うわー綺麗と思って、透明感がすごかったです。今村マリアさん、ドラどっちだったっけ、ドラどっちだったっけ、ドラにドラさんどっちだったっけのぐらいの方です。ドラにか、お姉がその話してました。今村マリアさんの話、お姉がよくしてて、私はあんまり関わる機会がなかったんですが、はい、なんか本当に HKT48 さんの人数が多くてお話ししきれないっていう感じですよね。マリアさんと同期、そうだ、上がってましたよね、抱っこの動画、おんぶだったっけ、抱っこかおんぶの動画が。2016年とかのでしたよね、多分。とにかく
めちゃくちゃ楽しかったなっていう思いですわ。充実2日間。でも2日間じゃちょっと足りないな足りないなとか思いました。ちょっともっと仲を深めたいし、その HKT さんと一緒に過ごした時間が3日間しかなかったので、3日間じゃ無理と思ってもっと時間が欲しいと思ってました。だからまたツアー回りたいけど、本当に2025はいお願いします。皆さんのおかげで24があったようなもんなので、スタッフさんもたくさんいらっしゃって、毎年やるってなったらすごいことになりそうだけど、またお会いする機会があればいいなって思います。もう2030とかでもいい2030とかでいいから、特にこの子と話したい。やっぱアータン話したことない方でってことですよね。誰だろう。いっぱいいるからな、選べないな。やっぱり石橋いぶきさんかな。石橋いぶきさん顔かわいいと思ってあの HKT48 さんにお会いする前にプロフィールを全員分見ておこうと思って、なんか HKT48 さんのプロフィールってすごくて、木で分けられたり年齢で分けられたり血液型で分けられたり、すごいすごいと思って、すごいいろんなバージョンを見ながら、ああそうか、何期で何期で何月生まれでっていう風に予習していきました。でもさすがに追い切れなかった。身長も石橋いぶきさんは153センチだった気がします。わかんない、正確には覚えてないけど153センチだった気がします。なんとなく合ってればいいな。ちょっと見てきてください。153かな気がするよ私は。そう、あのプロフィールを確認して、石松ちゃん、ゆいなさんかな、若くないめちゃくちゃ若いよね。なんかびっくりした、153だった。アンナさん勉強してるんですよ。ちょっとだからって他のメンバーさん全員のこと言われたってわからないけどはい、プロフィールは見たよっていう報告。頑張りました。全員はさすがに大変、本当にそう。アータンの身長、アータンの身長私よりはね高くないと思う。高かったっけ、いや私より低かった気がする。それこそなんか全員153センチかと思ってきた同じぐらいだったような気がします。それは覚えてないです、ごめんなさい。こんなガチっといて身長も覚えます。ほらほら153センチ、キャーはい153センチでしたね。175え、そう、柳瀬レイヤさんが170センチじゃないですか。大人列車のなんか合わせの時にお会いした時にめちゃくちゃ高いと思ってめっちゃ身長高い、綺麗と思いました。なんかすっぴんもアンニュイな雰囲気で、すごいなんかひろかが好き好き言うのもなんかね分かる感じがする。ひろか好きそうと思って。なんでこんな身長トークしてんの身長結構覚えてるみたいな節ある、ね、あと5分ぐらいやりますかね。
あ、ハイアンドロー、そっか、写真撮られたな、写真撮られてたな。アンナちゃん暗記得意かな。そんなことないです、短期記憶なんですよね。アンナのスピンないです、それはマジで。アンナさんは、え、アンナさんはね、 NGT48 入ってから 2,3 センチぐらい伸びたんですよ。前はね、1年前とか152センチだった気がする、確か。だからちょっと成長してますよ。踊ってるから伸びんのかな、わかんない。足がしびれてきたな。低くない？失礼な、聞きました？低くない、だって最低、許さない。理想の身長は160センチ。天使個数最高でしたよね。私保存しました、X にあのアートンが天使、アートン天使エンジェルになってましたっていうポストをしてたので、あのこれの時の、これの時のアータンがお気に入りで、こう上目遣いして天使の輪くっつけてこうやってる時にの写真を保存しました。かわいい。で、あの夢の国行ってた時のポストのオルトにスマホのホーム画面にぴったりみたいなオルトだったんですよ。私がスマホのロック画面にしたからこれって指針かなと思って、キモすぎる、キモいけどこれ指針じゃないですか、これこれね、私のために、私のためにホーム画面くれたんじゃないかなって思って。キモすぎるかも、ごめんなさい、キモ、これやばい。3部の天使アートに行きたかった、こっちが行きたいんですから、勘弁してよ、こっちが行きたいんだからね。あ、いいよ、じゃあ天使アートの真似するね。待って、嫌かも、真似はちょっと嫌かも、真似したらちょっと比べられそうとか嫌だな。明日のバースデー配信はありますか？はい、今日明日やりたいと思います。今日はブースティーの配信、振り返り配信で、明日は誕生日の配信をしたいと思います。イエーイ、一緒に載せる可能性、勘弁してくださいよ。私本当は並ぶの嫌だけど顔好きすぎるから隣見てなんとかやってるんですから。うわ、この子と並ぶの嫌だなと思いながら、足かわいいなって思って生きてる。何時から、うーん、何時からかな、いっぱいしようかなって思うけど、みんなが見れる時間がいい。でも夜なことは確定です、ひまたぎができないので。2日連続は久しぶりでしょ、あんまりしないからね、いつも。やらなすぎた、あゆみにもさ、あんちゃんいい加減やった方がいいよって言われる。七木研究生公演であったんボケ担当、そんな感じがします。結構おもろ女な気がします、あの七期生、他の七期生の方からは内緒話、あーたんの内緒話とかも聞いたりしてるんで、私結構成功してます、オタク。幸せ人生かも。かー、生誕グッズもうすぐ来るかな、やっぱ届かない、やっぱ届かなかった、20日どうしようかな、初見ライオンアカン。させてもらいます、マジで。17日の公演来たかったけど、確かに竜斗があーたんに厳しい、え、意外、そういう感じなんだ。
めっちゃ可愛かったな、リュウとあやねちゃん。20日はまだワンちゃん届く信じてるからね。本当に無理そうだったら何でもいいよ。私はもうね T シャツはあのサンプルいただいたから着れるんだけど。フォローしたよ、ありがとうございます。20日のオンラインぜひ来てください。あとね、大釜がね残りわずかなので話してみたいなって思ってくださったらぜひ来てください。大釜は8部最初の部と6、8が残りわずかだった気がします。そう、オオカマはオオカミになりますので、オオカミアンナさんに会いたい方はぜひすごいかわいいね。いきます、はい、待っていますので。オオカマだけに、そう、オオカマだけにオオカミです。陰を踏んでます。うちらは赤ずきんちゃんになればいいの、めっちゃいい。皆さん赤ずきんコーデで来てください。私に食べられますよ。ガオーキモー、やばー、ごめんなさい。そう、私に食べられに来てください。そっちが赤ずきんです。だからちょっと赤白帽子の赤の方をかぶってきたりとかしてくださいね。待ってます。赤ずきんコーデのファンの皆さん、髪を赤色に染めるとかでもね全然いいけど。そういうハードル高いでしょ。ガオーも一回やって、はい、あやばい、全然可愛くないのに。最近はお休みの日があったらマニキュアしたいなと思って爪伸ばしてますが、じゃあ赤ずきんコーデの大釜待ってますから皆さんぜひお願いします。そして明日は私の誕生日です。全然言わなかった今日の配信で。明日は自分誕生日なので、すんごい無口なんですが言っていいですか。そこまで言われると気になりますね。すんごい無口。すんごい無口だけどぜひ来てください。待ってます。私も無口になってみようかな。じゃあ時間の無駄か。私は話せるようになんとか話題を考えておきますから来てください。一番目指します。あー残念、みんな歩みが一番だって。歩みが一番だって、みんな負けちゃうよ。いいの、一番にポストしてください。0時00分ぴったりです。お願いしますね。タルトケーキ用意した、ありがとう。みんなもケーキ食べてね。歩みに譲るか、よかったね。譲ってくれたよ。誕生日画像、そんなのがあるんですか。誕生日画像って何、なんでもいいけど可愛いのにしてください。皆さんって意外とブサイクな写真使うんですよ私の。え、これマジみたいなやつ使うから。あ、同じアイコンの人いる、びっくりした。あゆみかと思った。あゆみが一番です。そうです。いや実はさ、佐藤ひろかとかだったりしないかな、面白いなそれは。で佐藤ひろか一番狙わない人だと思う。あのね、朝起きたんだろうなってぐらいの時間に送るか夕方に送るか、どっちかだと思います。0時00分狙うタイプじゃないあの人って。カッピー寝てるんじゃん。いや意外と起きてると思う。ヒロカッピーそんな早寝キャラなの。お姉が狙ったりして、そうだよな、お姉はな、私一番選ったに祝ったしな、こう直接バーンっておめでとうって、てか寝てそう。え、ひろかってそんな早寝なの。0時00分さすがに起きてると思うけど。あゆみ様だって、ほらあゆみ様だって言っときな、みんないるんだから、あゆみがみんな。
たかしこそ寝てる。たかし寝てるって。アンナさんの誕生日はあゆみが一番に祝ってくれるって。たかし5時ぐらいにアンナさんおめでとうって来そう。今年おねえは今年マリちゃんって。え、マリナさん先？しゃあないねそれは。しゃあないね。そう、配信前におめでとう、ありがとうありがとうって言って。うん、最近なんか去年とかからぐらいからなんか自分の誕生日をそんなに意識しなくなりました。なんか小学生ぐらいの時はね、1週間前ぐらいからうわあと1週間後私の誕生日だとか思ってたのに、今となっては明日誕生日かって感じ。全然実感しなくなったんですよね。あ、ん？明日誕生日かっつって、そりゃそうだなっていうぐらいになってしまいました。もっと特別なものですよね。あと私生まれた時間とかが分かんないから、あやねちゃんからも期待してな。無理、期待したらさ来なかった時のショックがでかすぎるんだよね。鬱になっちゃうからやめて。急に病むの、大人になっちゃった。本当に大人になっちゃったかも。花のセブンティーン、そうなんです。アータンは私よりも誕生日が後ろなので同い年になれるんです。1ヶ月2ヶ月ぐらいだった気がするけど、はい、イエーイ、同い年になります明日。最高最高最高。カッピとシウベ、もうそれびっくりするでしょ。カッピ成人してんのやばくない？なんかサホじゃあナギ成人はわかんの。ナギって大人っぽいからね。なんか成人、あ、大人っぽいしな。ヒロカ成人やばない？18だからね。本当に初見の時は年下だと思ったしな。ということでね、皆さん長い時間お付き合いいただきましたがありがとうございます。もう9時半過ぎてる。ちょっと自分部屋の時計壊れててね、掛け時計が永遠12時だからそこにある時計で確認してんだけど、9時38分かな、分かんないな。私の小学6年生だかの時にもらったクリスマスプレゼント、クリスマスプレゼントのピンクの、ピンクと白の丸い時計がもうこの間止まって永遠に12時を指してるんですよね。私の部屋は12時です、ずっと。お昼かな夜かなって。壊れてるわけじゃないよね、分かんない、壊れてないと思います。おしさいカラー、そうなんです、ピンクと白です。私のための電池切れ。現実、現実電池切れすぎ。ずっとシンデレラ、あらいいこと言うわね。私ってシンデレラなんだ。ハイかぶりってこと？やばいって。じゃあ私はあゆみからの一番目の連絡を待ってるので、あゆみよろしく、よろしくね。あ、もういないんじゃない。よし、終わるか。待ってたか、いたわ。あと充電がね 20% 切ったのでね。アンナちゃんはこれからもずっと綺麗でいてね。何それ急に、頑張ります。アンナさん、おお、アンナさんは綺麗でいられるように頑張ります。あら、22時までじゃないんだ。そんなこと言われたらと思っちゃうけど、ヒロカッピも狙おうかなって言ってたよ。それは狙わないの合図です。ヒロカさんの狙おうかなは狙わない。結局ごめん寝てた、おめでとうがオチだと思います。
分かってんだから私ひろかのこと。はい、あゆみ様からの愛のコメント、はい、そうですね、いつものことなので。ひろかさんまあまあ適当、本当にそうなの。よく分かってんじゃん、ひろかさんまあまあ適当に生きてるのでね、頑張るところは頑張って、あんまりそこまで力を入れないところは適度に抜いて生きてます。多分分かんないけど分かんないけど、ひろかさんからもお祝い待ってます。はい、で0時00分じゃなくていいです。あゆみさんにか、あゆみさんの字が間違っています。お兄さん、あゆみの実は実るの実です。愛を実るの実です。お間違いなく、あ、はい、それではじゃあ皆さん0時00分にお祝いポスト待ってます。ピローンパン、失礼しました、いいんですよ。意外と公式のポストとかもね間違ったりするんだよね。で終わるタイミングを失っている。じゃあ配信ありがとうございました。明日もしますので、明日はケーキとかがあればいいかなって思います。皆さんもケーキを買って私と一緒にお誕生日をお祝いしてください。お祝いポストした方がよき、お願いします。全部見ます。全部見るので、あとはメールでお祝いしてくださいね。私メール楽しみで、もうずっと更新してるんだからメール待ってますからね。はい、それではアイスでもいいよ。またね。そう、写真かわいいのお願いします。あ、間違えた、壇上読みます。13位純飯さん、ありがとうございます。12位片山さん、ありがとうございます。11位のあパパさん、ありがとうございます。10位陽平さん、ありがとうございます。9位スマイルさん、ありがとうございます。8位マサさん、ありがとうございます。7位ナオくんさん、ありがとうございます。6位カンクロウさん、ありがとうございます。5位ハブトゥーセーブさん、ありがとうございます。4位マツワさん、ありがとうございます。3位スイッチさん、ありがとうございます。2位日焼けさん、ありがとうございます。1位グッチさん、ありがとうございます。あとチャットに本日のアンナさんを送りました。いかがでしたか。あれ漏れましたね。お疲れ様でした。バイバーイ。あゆみと今度私服でプリクラ撮ったら載せたいと思います。さっきあゆみ配信でも言ってたけど、バイバーイ、おやすみ。16歳最後でした。またねー。